はい、黄金世代の鼓動でございます。久しぶりにフェスをもうどうでも日曜日だから見ていけるなんだそれ、はい、見ていきます。ここすごいね、久しぶりに周年以降のピックアップになってます。まさにドリームフェスって感じですかね。持ってない人とかはすごいいいんじゃないかなと思います。さあちょっと見ていきたいなと。はい、フェス日野くん、はい、渾身ですね、素晴らしい。そして480の高浮き、倍速2回転付き、即属性選手3人で 2%、即属性のクラブ選手が3人以上いると 1%、 ジェンティーレとかのね相性いいですね。はい、うん、若林もねいれば相性ペアになりますね。で、ディフェンダーのスタミナキラー、そしてペナルティエリアマスター、不意無効化というところ。はい、ジェンティ、ミサキくん、ミカエルと。さあ提供割合はなんか変わってるかな。変わんないよね、もう変えないって言ってるからね、はい、0.42 で初期フェスから全て入ってるというような形ですかね。ヒューガーの潜在がね来るんで楽しみなところ。ナットレーザー、ジノまできちんと入っております。さあそして工場はどこまでかな。工場は、技のイダルゴくんまでというところで、まあ欲しい人は結構いるんじゃないかなというところです。じゃあ、引いていくか。はい、引いていきます。あと6日、いやあんまやらない。でもさあ日野くん、まあ何でもいいや、出ればとりあえず出れば。おー珍しいね、珍しい、これは来たんじゃない、来たよね、はい、珍しい。シュワシュワシュワ、いつもさなんか動画出すときってなんか最初なんか80連くらいまで何も起きなくてみたいな。あ、1個、何個目だ、後ろだっけこれ、誰かな、持ってないやつ、持ってないやつ、フェスがいいな。マーカス、このマーカスすごい出るよな。あー、はい、さあ20連目行こう、20連目行きます。チャンス1,2,3,4,5。お、今日はいいんじゃない、今日はいいんじゃない、じゃあ、ダメなんじゃない、やっぱり向いてないんじゃないか、フェスドリフェス。はい、さあ30連目行きます。さあ30連目行こう。やっぱねピックアップが 1.6 なんで捨てても、あ、まず20分の、やっぱダメだって、いつも通りだな。なんかこう、うわーってなるのはないですね。はい、早くも40連目。さあ40連目いきまーす。1,2,3,4,4。あるんじゃない？あ、来た。美咲くんありますね。お、今んとこちゃんと20分の1守ってるよ。女の子来てからの、もう一個。あ、来ない。持ってないのが来れば OK。持ってないのが来れば OK だよ。さあ3つ目。あ、ジェンティーレ。持ってない。持ってないのが来たから OK ですかね。はい。あ、でもね、あの80連までやるって言ったので、あと何回？あと40連やります。じゃあやっていこう。50連目。50連目いきまーす。日野くん出ないかな、あ、無理。はい、あ、まあ1個ね成果があったんでいいんではないでしょうか。はい、さあ60連目いきます。1,2,3,4。お、今日はちゃんと20分の1で排出してくれてる。シュワレ、お、どうなの、どっちどっち、ある方にかけたい。あ、来た、2個、お、久しぶりに2個。これはどうなの、どうなの。持ってないのが来れば OK だよ。お、最初でうわ、若林そこ引くんだったらナットレーザー引いてくれたらいいのにな。ジノやばい、これジノ祭りになってあー、これダメな気がする。はい、あ、でもね、もうプラス推移になったので、もう出ないかもしれないですね。はい、
そこか、薄かったな。1、あーダメですね、はい、行くぞ調査官。まさか G の2かぶり、まあ、ピック引けたんで OK かな。はい、じゃあ80連目いきます。さあラスト、なんとなくね日野くんは引けないような気がしたんですよ。1、2、3、4。さあラスト、これで何が来るかなで終わりたいですけど、どうでしょう。シュワレ、あ、シュワなかった。はい、ダメでしたね、残念。あ、まあ気持ちよく100連にしときますか。100連で、お、今回はあんじゃないの。あ、ない、あ、あるある。さあこれでもう一個。あ、おじさん、おじさんローエルト。さあどうかな、これでどう。そこ8個目、ヒノ、ヒノ、おお、まさか、まさか、え、さ、ごめんなさい、最高の結果で終わっちゃいましたね。持ってないのが2つ落ちました。おお、おお、やってよかったな。80で終わるって言ったの。出た、出るときは出る、なんか、はい、出るときは出る。これが多分よかった、嬉しい、出た。なんかね、あの翼くん、トーマさんとか、あの自分が出すときって、まあ普通に弾けるときもありますけど、100連以下で弾いてる動画ってあんまないような気がするんですけどね。はい、今日は、まあ、今回はね、もともと消しとかまで行くつもりはなかったんですけど、弾けてよかったです、ありがとうございます。ちょっと嬉しい。もうせっかくなので、持ってない2個がゲットできたのでパワーアップはすると思うんですが、ジェンティはスタメンみんな使うと思うんですけど、うん、まあ、よっぽどやばい時じゃないと使わないと思います。はい、まあでもジェンティーレ嬉しいね、持ってなかったんで。この若林にも潜在が欲しい、 いや、ありがとうございます。出れると思わないかった、いやー、よかった。さあ、メダルの確認と、自分だったらの技ですね。これ前なんかあの動画でコメントいただいたので、取った後どういう風につけるかまでやっていきたいなと思います。はい、まず覚醒を、今回事前に分かってたので、まあカタルーニャの方も分かっててほしいんですけど、教えてほしいんですけど、メダルは集めといたので多分できると思います。俺は日本人には絶対に、はい、潜在ですね、潜在して、これが俺の実力だ、俺は日本人には、これでデバフに戦えるぜ。はい、これで全部20個ですね、ヒューが、中学ヒューが、ガモン監督、日野くんということで、これでいけます。はい、これで足りて、スキルフィールドも、はい、コンプできました。で、能力の上限の振り方に関しては、S 技ですね。パスの S がない、パスの A がないので、もう自分はシュートドリブルだけに振ろうかなと思ってます。シュートドリブルだけじゃない、シュートパワー、ドリブル、スピード、はい、こちらですね。まあ後で突の余裕があればやっててもいいかなと思うんですけど、で、まず必殺技で、日野くんのやつ余ってるかな、3つしかなかった。で、高浮きが74個ある、ここで71、んこれで、あ、ちょうど5個で99か、はい、で99にして、これで検証もできますね。俺は日本人、よっしゃ、はい、で、伝授か、伝授は、こっちの日野くん、いろいろ、あ、テイク、
なんかいっぱいあるぞ。もらえたんだっけこれ。久田の封印無効化があるのでいらないですよね。とりあえずテイク99なので、技で剥がして、ジャンピング2の方が強いのか。テイクを取ります。これね、取って、あとジャンピング2必殺技なんかね、これはあの視聴者さんからジャンピング2もトルネードドリブルも一緒でコスパがいいのはジャンピング2ですよっていう風に教えてもらったので、そっちを育成しようかな。あ、また2度またなんだろう、剥がしてくっつけるやつやっちゃいます。ドリブル封印がないんで、まあ守備技強引なパスカットくらい自動パスカで入れとくか。とりあえずジャンピング2をここに入れて、俺は日本人には絶対、やっと、あれ剥がした、あ、はい、これでテイク。倍速はフェスヒノ君4突してるからなんとなく残したいから1から育てようかな。あとここは強引なパスカットっすかね。あー、パス、まあでも浮き玉んだから、パスカット、パス欲しい。まあ困ると思うんですけど、打ち切っちゃえばいいかな。俺は日本人には絶対負けない、はい、どうしよう、倍速もう一回育て直すか。いやー、日野くんこういう時に4突させたりするとなんか4突のキャラ死んじゃうともったいないなって思っちゃうんですけど、とりあえずドリブルを全部マックスに。足りないか、そう、これでもうブラボーがあんまりないんですよね、正直。こんな感じ、もうこれくらいしかないので、周年に向けて育成が、ジェンティーレも育成ができないかもしれない。俺は日本人よっしゃ。255、あ、まあまあなドリブル。で、強引なパスカット。やっぱガチャは無欲の時が、強欲だとなんか絶対出ないですけど、なんか、まあ、出ればいいかなとか言ってる時くらいが一番いい感じですね。あ、日野くんここで45。パッド、はい、こんなかな。倍速どうしよう、日本人にはゼロシャ。なんかあの日野くんってもう使わないかな、そこだけ悩む。なんか記念に取っておきたい記念に取っておきたいので別口で育てよっか。はい、これまたブラボ難民になりそうだな。チョコレート、はい、これで育ち切りましたね。俺は日本人、はい、できました。こんな感じで自分は仕上げてみました。まあドラゴンパスの人もいるかなと思うんですが、あと突させて浮き玉をとりあえず全部揃えてパスカットだけできるようにいたしました。はい、時間があるとき検証していきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。今回はうまく出ちゃいましたね。はい、皆さんも良いフェスになるように祈っております。いつもご視聴ありがとうございます。そして4000人誠にありがとうございます。これからも、粛々とやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。